東京オリンピックの聖火、日本に到着。本日、航空自衛隊の松島基地に、東京オリンピックの聖火が到着しました。このように、聖火到着式が行われておりますが、まあ、現在なかなかですね、まあ、明るいニュースがない中での、こういった久しぶりの明るいニュースになっておりますが、この東京オリンピック、震災からの 今復興のシンボルとして叫ばれておりましたが今後は日本だけではなく世界が COVID-19 に勝利したシンボルも兼ねていくんじゃないかと思われます、まあ、現在東京オリンピックについては延期になるんじゃないかと見られておりますけども この COVID-19 によって、現在、世界中が被害を受けている中で、そういった COVID-19 が抑え込めれた、抑え込むことができた象徴として、この東京オリンピックが開催できるように、IOC には努力をしていただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。